シャトークレールミロンとは、フランスのジロンド県に属するコミューンの一つである、ポンイアックに存在するアペラシオンドリジーヌ・コントロレ製品を作るワイナリーの一つである。2011年に完成した、シャトークレールミロンの新しい建物のテラスの部分。2012年5月13日撮影。シャトークレールミロンのワイン熟成場の様子。2012年5月13日撮影。 2005年のシャトークレールミロンのワインの瓶、及びその中身をグラスに注いだところ、ボーイヤックはワインの生産で有名なコミューンであり、例えばシャトーラトゥールやシャトームートン、ロートシルトやシャトーラフィットロートシルトといった著名なワイナリーが存在している。特にシャトーラフィットロートシルトはシャトークレールミロンのすぐ北西に位置している。このシャトーラフィットロートシルトは、 メドックの格付けにおいて最高の第1級を取れているのに対してシャトークレールミロンは最低の第5級でしかない。シャトークレールミロンは2012年現在約41ヘクタールのワイン醸造用のブドウを栽培するための畑を持っている。栽培されているブドウの品種は2012年現在カベルネソービニオンが41%メルローが37% カベルネフランが11%、プティベルドが2%、カルメネールが1%である。なお、2012年現在のブドウの栽培密度は、1ヘクタールあたり、約1万本のブドウの木を植えている状態である。カレン・マクニール、ザワイン・バイブル・ワークマン・パブリッシング 21P885、ISBN1 から563054345、8 ABCBPDR。B P D R シャトー・クラーク・ミラン、テクニカル・インフォメーション、ありがとうございます。